はい、こんにちは。まーちゃんねるまえはるです。はい、今日はですね、ベイブレードバーストのランダムブースターボリューム12ね、のリベンジ動画でございますね。はい、4箱ゲットしましたので、こちら2つずつ開けてレアのデッドハデスを当てたいですね、うん、はい、じゃあ早速開けていく前に黄金の首をかん、この間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね、はい、じゃあ今日せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ、一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな、もしこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いね、はい、じゃあ早速開けていきましょう。はい、これはこう見ないように下に置いとく。はい、はい、じゃあパパの1パック目いきますよ、はい、レッドハデス来てください、はい、これはあ、レッドハデス、レッドハデス、やったー、いきなりいったー、はい、やった、間違いない、レッドハデス来ました、いきなり来たー、やったー、じゃあ僕の1パック目いきます、はい、レッドハデス来てください。あ、これはビートククル感が出ました。あ、ビートククル感、了解、うん、はい、じゃあ私の2箱目いきますね、はい、2体目来い、取りゃ、かっこいい、はい、こちらヘルサラマンダーだね、かっこいい、黄色というか金なのかな、うん、ヘルサラマンダーいいじゃん。じゃあ僕の2箱目もいきます、はい、じゃあいきます、せーの、出たです、来い、アッチャーヘラクレスが出た、負けた、かっこいい、これはいいね、うん、アッチャー強いしね、やりました、はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがデッドハデス11ターンゼファーダッシュだね、ですね、はい、かっこいいね、うん、早速セットしてみましょうか、うん、よいしょ、あ、ゼファーダッシュ硬い、うん、あ、え、全然柔らかいじゃん、うん、柔らかい、ちょっと硬め、はい、こちらがデッドハデスですけれども、ハデスって言ったらこの冥界の王かな、で、中央に1つと外側に6つの金属ウェイトがあるんだって、うん、それで変重心なんだってさ、こっちが一番大きいのかな、うん、これとこれが大きくて、このだんだん小さくなってくるの、ほら、うん、そういうウェイトが入ってるみたいで変重心なんだってさ、なるほど、で、このターンフレームはあのリフトフレームと一緒で上下こうひっくり返して使うことができますね、うん、そしてこれがゼファーダッシュドライバーだね、うん、ついにゼファーまでダッシュが来たね、そうだね、はい、続いてこちらがヘルサラマンダーグラビティイールディングだね、うん、このフレームつけないのなんか懐かしくていいね、そうだね、うん、最近はもう大体フレームつけるからね、うん、はい、はい、続いてこちらがアーチャーヘラクレスヘビーフリクションですね、うん、フリクションはね、あのリバイブフェニックスについてたからね、そうだね、なかなかいいパーツなんだけど、これもヘビーディスクでフレームつけない、そうだね、初期のディスクだね、そうだね、青いアーチャーかっこいいじゃん、おー、はい、最後にビートククルカン13ダガーヤードですね、うん、これは前回も出ましたんで丸かぶりだね、うん、で、僕がシールをアレンジしました、適当に貼ってますね、もう、うん、ほんと適当に貼ってて、ドライバーにまでシール貼ってあるの大丈夫、これ剥がれちゃうよきっとはい、じゃあ今日はですね、この出たベイを使っていつものアングルでバトルしていきましょう、はい、という前に黄金の5秒間もやったか、やったね、うん、はい、じゃあシュッとしていきましょう、はい、はい、じゃあ早速バトルしていきましょう、パパはデッドハデス11ターンゼファーダッシュでいきます、はい、僕はビートククルカン13ダガーヤードでいきます、はい、3、2、1、おっしゃ、さあ、おっと、ちょっとこすってたぞ、さあ、変重心の威力どんな感じなのかな、お、もうバランスタイプだけあってやっぱ静かな立ち回りなのかな、うん、なかなか当たらない、おっと、まさかのカチカチ対決か、これはカチカチだ、イエーイ、3、2、1、おっしゃ、綺麗だね、デッドハデスね、うん、すごい、冥王ハデスなのに綺麗さあ、おっと、いけるか、よし、あれ、3、2、1、おっしゃ、ファーストいけ、ファースト、またスピン、ファーストタイプではないかな、もしかして、でもファーストギリギリになるとこいつは効果を発揮する、あー、オッケー、じゃあ僕はベイ変えてアーチャーヘラクレスヘビーフリクションでいきます、はい、3、2、1、ゴーシュ、追いつかせるもんか、あー、追いついた、追いついたけど
こっちの方が。あーちゃんはちょっとやっぱりディフェンス力高いかな。わお。あーちゃんディフェンス力高い。びくともしない。エビフリクションだもんね。あ、強い。よし。スリー、ツー、ワン。あ、いいね、いいね。よし、オッケー。ナイス。よし。いけ。ストーリー。やばい、やばい、やばい。斜めになってる。直れ、直れ。フリクション直れ。オッケー、いけ。そのまま。あー。スリー、ツー、ワン。よし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 。いけ。いい攻撃。ナイスナイス。バーストはできないのか。絶対できない。なかなか硬い。うわ負けた。よし。じゃあ私はヘルサナマンダはグラビティイールディングに変えます。はい。スリーツーワン。よしよしよし。さあ。おいいぞ。何気にこのシングルディスク対決、シングルって言ってんのかな。昔のディスク対決だったね。あれ？カチカチ対決になってしまったぞ。ネットリ時代のディスクと初期時代のディスク。カチカチ。カチカチ対決さ。なんてことだ。左対右だと結構長引きそう。長引きそうだね。綺麗でもお互い。ヘルサラがぶらついてきた。どっち？スリーツーワン。これきっと同じになっちゃうんだよな。あ、ちょっとも跳ね、やっぱ同じだよね。お、カウンターがたまに決まる。あ、同じ。やっぱりカチカチ対決だ。こうなっちゃうとね。うん、アタックできるベイスタジアムとかの方が。そうだね。戦いがいがある。うん、それこそこの前の無限無双じゃない、なんだっけ。あ、超絶無双。そう、超絶無双スタジアムとかの方が面白いかもね。あシーツーワン。いけいけ。カウンターカウンターカウンター。真ん中にとどまれ、ヘラクレス。カチン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 。こうやつまんねえわ。どうせアーチャーが負けると思うんだけど。ヘルサの勝利だよね、多分ね。最後まで吸収し続けるのか。あら、あ、でも今回はバランス水で見たいと。やっぱりもう僕はベイを戻してビートククルカン13ダガーヤードでいきます。はい、はい、じゃあ私は今回は5枚刃にします。はい、3、2、1。さあちょっと変わるか。あー全然違うね。やったスイーツーワン。さっきは油断しただけ。おおっしゃー、オーバー。スイーツーワン。おおっ、けけけけ。さあどうなる。うわー、やっぱりこうなるとカッチャジムとか。おっと、カウンターが当たっていい感じ。カウンターカウンター、やったー。じゃあ最後にこれ使わせて、うん、ゲット派です。イレブンターンジェファーダッシュ。はい、スリーツーワン。おっしゃー。スリーツーワン。おっと、いい感じに。うん、勢いがあるうちに当たんなきゃ。あ、これは大丈夫でしょう。あ、ダメか。ダメだ、バランスが崩れてる。アウトか、アウトか。最後まで生き残るか、残るか、いけるか。あー、あー、いけるかった。スリーツーワン。おっしゃ、いけ。あー、かわしたかわしたかわした。これなら、これなら大丈夫きっと。これなら大丈夫。はい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 。多分大丈夫でしょう。さっきのアーチャーと一緒でしょ、これ。左回転に吸収しつつ、OK! はい、ということで今回はベイブレードバーストのランダムブースターボリューム12でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか聞いてもと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。
それと今回のおすすめ動画、いつものところに出てますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしく、ね、ということで、よかった、デッドハデス出てよかったですね、うん、ランブーの動画は、ランブー12の動画はこれで最後かな、うん、じゃあね、うん、よかったです。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。